スマラガの肖像を不安でスマラガは、スペインのバスク地方出身のフランシスコ海の修道士で、初代メキシコ司教。スマラガは、今のバスク州ビスカヤ県のドゥランゴで生まれた。1527年12月20日、神聖ローマ皇帝カール5世によって、初代メキシコ司教に任命されて、ヌエバエスパーニャに送られた。彼は、司教として除海されていない。 非戦士教及びインディオ保護者の身分を与えられた。同時にヌーニョでグスマンを長官とする第一アウディエンシアの長祖官たちも同行した。スマラ川1528年末にメキシコシティに到着した。グスマンを長官とするアウディエンシアによる統治は非常に残酷なものでエルナン・コルテス派を迫害し、また新しい税を先住民に課したり奴隷として売ったりした。 このため先住民の保護を任務としていたスマラガとグスマンは対立した。スマラガはグスマンの非免を皇帝に求めようとしたが、グスマンがコルテス派の人間が書く手紙を検閲したためにそれは不可能だった。1529年、スマラガはビスカヤ出身の船乗りにことづけて密かに皇帝に手紙を送った。スペイン本国でコルテスが 自らの行為の正当性を訴えて成功したという話を聞いたグスマンは、コルテスが帰ってきて復讐を始めることを恐れ、1529年12月22日にメキシコシティを去って西部への遠征に出発した。翌1530年3月、かつてコルテスに仕えていて、フランシスコ会修道院に避難していた者たちを、長査官が教会から引きずり出して、 暴行を加える事件が発生した。フランシスコ会は、テスココに逃れた。同年、ヌエヴァ・エスパーニャ総督の地位を得たコルテスが、メキシコに戻ってきた。1530年、インディアススー機会にはメキシコ第二のアウディエンシアを、設立することを決めた。翌1531年に新しいアウディエンシアが、ヌエヴァ・エスパーニャに到着し、不在のグスマンは別として、 第一アウディエンシアの長査官であったマティエンソやデルガディ両は捕らえられてスペイン本国に送られた。性的に非難されたスマラガはスペイン本国に戻って自らの身の潔白を弁護する必要が生じた。スマラガは1532年に出発した。スペインでスマラガは名誉を回復し1533年4月27日にバリアドリードにおいて 司教の除海を受けた。1534年10月に3隻の船に多くの技術者を連れてメキシコに戻った。スマラ川メキシコで初代オアハカ司教フアンロペスデサラで、初代グアテマラ司教、フランシスコ・マロキン、初代ミチョアカン司教バスコでキロラを除海した。1542年にバルトロメデラスカサスの有名な新法が成立し、先住民の奴隷化が禁止された。 しかしこの法は当時植民地にいたほぼすべてのスペイン人の利益に反するものであったため、スマラガは新法の実行の保留を願い、結局先住民に対する暴行は止めるが、スペイン人に重い負荷がかからないような妥協が成立した。スマラガは学校、アメリカ大陸発の印刷所、病院などを設立し、農業や手工業などの産業を進行した。 有名なコレヒオでサンタクルス・デ・トラテ・ロルコは1536年に設立された。バスコ・デ・キロガラと同様、スマラガもエラスムスやトマス・モア、ユートピアの影響を受けていた。1548年6月3日にメキシコシティで没した。1546年にメキシコ大司教区が成立すると、スマラガが初代大司教に任命された。 1548年7月8日に強行直書が届いたが、その1ヶ月前にスマラ川没していた。ありがとうございます。